経験者2人に挟まれる形で国本が今戦っているという状況です。そうですね、ポイントをかけた争いですね、うん、ここはでもあの国本としてはね、なんとかリーチをかわせば自信になるでしょうしね、うん、ただやっぱりあの本田エンジンが非常に、ね、良くなってますんで、そう簡単にはオーバーテイクもできないかもしれません。今までみたいに簡単にはなんかこうストレートで抜くことはできないですね。国本はもう4ピット入りました。ピットに入った、カーティキアンも入った。はあ、同じ作戦ですか。これはインパル対セルモの、ね、作業です。中島さん、はい、どうぞ。次郎さん、トムス陣営も用意してますね。あ、そうですか、トムスも用意してる。そしてインギング、はい、今国本入りました。タイヤは、あ、ロイックも入ってますね。あ、ロイックも入った。はあ、ディバルも今入ってます。あ、ロイックちょっと、あ、ストールした。左フロント、ロイック取れない。あ、ちょっと時間かかりましたね。左のフロントですか。いや、ちょっとロイックかなり時間かかってましたよ。あ、そしてカーティキアンが前に出た。国本の前に出ています。これはピット勝負はインパルの勝ち。そうですね、これは国本は悔しいですね。悔しいですね。まあやっぱりそこはインパルの強みでもありますし、ね、あのピット作業本当早かったですね。ロイック・デュバルはですね、はい、2秒3秒近くですかね、左フロントのですねインパクトレンチがそのナットから外れなかったんですね。ちょっと時間手間取りましたね。そうですか。今ロイック大丈夫か、止まりきりましたね今ね、はい、いや、これはちょっとロイック・デュバルもですね、うん、ロスタイムどうでしょう、挽回できますか。まあ、前に今ね何もいないので単独でしばらく走れるのであれば挽回可能かもしれませんが。そうですね、今この後ろが結構タイムが落ちてきてる感じがあるので、はい、トムス、中島和樹入りましたね。中島和樹も入りました。さあ、中島和樹も入ってきた。これデュバルとの位置がどうかな、ま、ピットのその作業時間にもよりますが、タイヤはやはり4輪変えますね。そうですね、はい、まあ、給油時間が結構長いので、はい、それに合わせてタイヤも変える、ね、まあ、そしてロシターも入った。さあ、中島和樹、そして後方から追い上げ中のジェームス・ロシッターも今ピット作業を行っています。さあ、24秒ぐらいかかりましたか。ここからタイヤ交換した。あ、ロイックの前、ロイックの前には出ました。ただ中島和樹も意外に時間かかりましたね。そうですね、そしてタイヤが今冷えている状況。ロイック・デュバルはもう一周回ってきてタイヤに熱が入っています。さあ、これはどうする。デュバルが、あ、ここでインに入って前に出ました。まあ、これは逆に早く入った方が良かったんですよね、順位的に。さあ、中島和樹はちょっとピット作業も長めでしたよね。24秒ということでしたから。そうですね、割と少なめで出したんですかね。まあ、ただあのタイヤ交換が終わったら出ましたから、やはりあの作業時間そのものがちょっと長かったということですかね。そうですね。さあ、こちらトップの情報でオリベイラ。中島さん、はい、どうぞ。あの見る限りですけども、そのガソリンのそのジグを入れてる、リグを入れてる時間もなかったですね。だからちょっと少なめで出たのかもしれないですよね。そうです、そうですかね、はい。さあ、そしてここで今リュッチーですか。はい、リュッチーも今入りましたね。ああ、そして平川もここで入れました。平川も入ってます。早めの作業のドライバーが多いですね。そうですね、まああのずらっと並んで走るよりはということですか。これは多分初めに動いた車がいるので、それに合わせてみんな多分反応したんだと思いますね、うん、はい。中島さん、今平川もですね、はい、クラッチミートクラッチバイトがうまくいかなくてですね、これも数秒ロスしてますね、はい、そうですか。あ、そしてリウッチは作業時間が短かったんですかね。中島和樹と今並んでいますが、ここは一旦中島和樹が前に行きました。ただカーティキャンの前には入っています。さ
さあカーティケアンがこのリュッツィをかわすことができるのか。先ほどは国本を間に挟んで戦っていました。今ロイック選手のタイムを見ると6秒後半ぐらいで走っているので、まあ、うん、今だと石浦選手、野尻選手とかは、まあ、カルラレッチ選手まではまだ入らない方がいいですね。ああそうですか、はいはい。さあこれでリュッツィ対カーティケアンの対決になります。F1 のチームメイト同士ですかね。あ、元ね HRT 時代でしたっけ。はい、そうですね、面白いですね。うん、そうですね。前のリュッツィはホンダエンジン、後ろのカーティケアンはトヨタエンジン。まあそのドライバーのキャリアといいますか、はい、まあ、そういう部分ではリュッツィがねかなり、まあ、いろんなカテゴリーのトマシエクアンも長かったですからね。そう、ただここはカーティケアンがまた勝負に出てきます。カーティケアンは行きますけれども ね、ただ、さすがにちょっとこう難しいですよね、あの90度コーナーで仕掛けていくと。そうですね、完全に横に並ばないと、ね、あの完全にクロスされちゃいますし、はい、ただリュウチ選手のブレーキのポイントがすごい奥に感じますよね。本当ですよね、いざあの勝負になった時にリュウチ奥まで来ますね。まあ、そのさっきの国本選手の、ね、争いを見ててもブレーキのこの、ね、車の止め方がすごい上手いように感じますね。まあ、やっぱりその辺がね、あの F1 まで行ったドライバーということなんでしょうけれどもね。リュッツ選手も抜かれたくないでしょうね、うん、これ。ただやっぱりトラクションのかかりとかはカーティアンのマシンの方がいいようには見えますよね。そうですね。さあどうでしょう、ここはもうドライバーの実力勝負ということになっています。そしてここでバトルをしていますと後ろから国本がまた追いついてくるということになります。国本ももう一度この戦いに加わってきそう。そうですね、ペース的には、ロイクが6秒前半ですね。だからちょっとこう石浦選手とか、まあ、オリベラ選手もそうなんですけど少しタイムが落ちてきたのでタイヤ交換したドライバーが若干こう少しスペース上がってきてる感じしますね。さあということは、まあ、早めにドットグループのピットに入ってきそうですかね。そうです、まだ大丈夫です。まだ大丈夫ですか。今入った方がいいのは塚越選手とか武藤選手がそろそろ入ってもいいのかなという感じはしますけどね。うん、そうですか。武藤は今5番手、塚越は6番手。カルガレからは武藤は1秒7遅れています。ロイク選手今、6秒0まで行ってますからね。ああ、まあ、オリベイラ選手が今6秒3なので少しずつタイムが、はい、交換した車のが速くなってますね。ただまあオリベイラ選手はかなり逃げてるので、競争相手としたら、石浦選手、野尻選手、アンドレア・カルラレッティ選手ですかね。カルラレッティ選手がちょっとペースあんま良くないので、はい、もう入れてもいいかもしれないですね。逆に入れないとロイク選手の前出られちゃいますね。なるほど。さあそして先ほど山本直樹がファーストストラップを記録しました。まあちょっと怒りの怒りの走りだと思いますね。ということですかね。1分35秒556というタイムをマークしています。ただでもタイヤ交換してないですよね。あのピットスルーがあっただけですよね。そうですよね。そう考えたら互角に、ね、インパルと戦えるあの状況だったという感じはしますよね。そうですよね。 JP のベストが35秒7ですからね。そうですね。さあジョアパウロでオリベイラどんどんと逃げていきます。石浦との差が8秒157まで広がっています。山本選手まだ35秒8で走ってますからね。はい、今オリベイラ選手も35秒8ですね。そうですね。周回は今18周目、52周のレースですからまだ半分には少し時間があります。まあ、もちろんタイヤのことを考えればレースの真ん中折り返し前後でということなんでしょうけれども、まあ、早く入ることによってそのアンダーカットもできるんですけど、はい、あの燃料を逆にあの多く積むことになるんですよね。はい、で後半になればなるほど少ない燃料であの新しいタイヤを履けるので、はい、その辺の、まあ、リスクも背負って早く入る人は
若干苦しむと思いますね後半ね。ただまあ茂木なんで抜けないんでね、はい、前に出ればっていうのも作戦の一つですからね。まあ、とにかくそのコース上で抜くよりは、まあ、ピットワークといいますか作戦で前に出るということを狙ってるわけですよね。でも車的にはね、あの選手今映ってますけど、はいね、本当決まってそうですね、うん、今入りましたね。さあここで山本直樹は入りました。でもあのスピードで走れるんであればしばらくそうです、ね、コース上に留まった方がいいような気もしますが、まあ、もうここでピットに入れてタイヤ交換と給油を行います。さあ静止時間どれぐらいでしょうか。先ほどファーストストラップをしている山本直樹、ストールした。エンジンストップ、エンジンストップ。ちょっと踏んだり蹴ったりです ね、なんかね。まあこういうね流れが悪い時っていうのはこういうもんなんでしょうね。決してね。今でもちょっと給油時間長かったですよね。ひょっとしたらちょっと軽めに出たんですかね、やっぱり。あでも17秒ぐらいで出しましたよね。17秒でしたっけ。はい、中島さん、はい、正さんが言うようにですね、やはりちょうどそのタイヤ交換の時間帯と同じぐらい給料ですかね、はい、まあ、過去よくねピット作業でありました、大体17秒、18秒ぐらいがタイヤ交換4本ですよね、それと同じぐらいでしたよね、はい、そうでしたね、まあ、ただ、通常あおっとカーティキアンがコースアウト、戻れそうですね。ヘアピンですね。なんか仕掛けたんですかね。そうですね。確か。ああ、リウッチに仕掛けたというよりは止まれなかった感じですね。ちょっとブレーキを頑張りすぎたような感じがしますね。立ち上がりでぴったりつけるためにブレーキを頑張ったら止まりきれなかったという感じですか。そうですね。ああこれでナレイン・カーティケンはちょっとポジションを下げたでしょう。結構やっぱりね仕掛けていくんですけれどもなかなか前に出れないとまあちょっと裏目に出ちゃってる感じありますね。まあでもこれはねしょうがないというか何も仕掛けないよりはということかもしれませんけどね。さあそして久々に映りました野尻。おここで入りました。野尻がここで入った。そうですね。ちょうど入った方がいいかもしれないですね。そうですか。ロイック選手が5秒台で走ってるので、はい、ちょうど入れ時ですね。野尻は36秒4ぐらいまでタイムが落ちてきていましたから、これは入って、まあ、ニュータイヤでということですか。そうですね。そしてこの後石浦が入ってきた時に位置がどうか。これはもうピットでの停止時間の勝負でもあります。メカニックも、ね、必死にタイヤ交換を今してますね。さあタイヤは終わった。給油が結構長いですよ。あ、エンジン止まってる。あ、ストールだ。ストールさせた。まだかからない。今給油は終わりました。ただストールさせてしまってこれでスタート、再スタートができない。手間取ってますね。かなり手間取ってます。一速に入ってるかな。ギアが入ってるのか。ニュートラル一速だとねこれエンジンかかんないんで。あ、大丈夫ですね。今かかりましたけれども大きなタイムロス。もったいない。これはかなり順位を下げることになるでしょう。どこに出る。ロシターが行ってこれ平川も行って平川の後ろ。あ、これはもう表彰台がちょっと難しい位置にまでポジションを下げてしまいました。今あれですかね、入ってきた時にエンジンが切れちゃったんですかね。ストールさす、なんかまだ給油してる時に、ね、エンジンかけてくれっていう、こう仕草をしてたっていうのを考えると、そうですね、給油中にストールした感じなんですかね。
よくあの暑い時そうですね、やっぱピット入ってきてそのままなんかストーンとこう落ちちゃったみたいな感じでしたね。そうなんですよ、よく暑い時にあることで、はい、僕たちも同じことが何回もこの暑いレースで結構起きることなんですよ。それは防ぎようがないんですか。いや、もうエンジン回転を上げるしかないんですよね。だから彼がやっぱまだねそこまであの経験がないか、うん、なかった部分もあるので、まあエンジン回転をこうアクセルピット入るときにアクセル抜いたときにエンジンがストンって止まっちゃった可能性ありますね。あ、なるほどね。まああんまりねこのエンジンのマシンでレースをしているわけでもないでしょうから。そうですね、まあ、こういうねところでそういうちょっとルーキーらしいところが出てしまったということですかね。これはね、パーコレーションの一種なんですよね、はい、やっぱり熱が。そうなんですよ、溜まってしまうので、はい、どうしてもこうなんていうんですかね、アクセル抜いた時にもう一気にエンジンがストンって止まっちゃうことって結構僕も一昨年1回やったことあるんですけど、はい、まあ、インパルのねあのメカニックの方すぐ気づいてくれて、うん、タイヤ交換中に、ね、あのエンジンかけてくれたんでロスなく、ね、なるほど、いけたんですけど。いやでもこれはもったいなかったですね。かなり止まりましたね、40秒以上もっとかな、ね、まあ、コースの3分の1ぐらいはもうロスしちゃってる感じですよ ね。こうなるとちょっと表彰台争いというのは、いやオリベイラ選手早いですね、またタイム上がりましたね。あ、本当だ、35秒7ですかね。1分35秒703、自己ベストをこの段階で更新してきました、ジョー・ポール・デ・オリベイラ。タイヤ交換を終えているロイック選手よりも速いタイムですね。さあこれで武藤はもう入ったんでしたっけ。武藤はまだですよね、はい、はい、カルダレリ、石浦、カルダレリ、武藤まではまだ入ってませんか。武藤は36秒台中盤のタイムを並べています。比べるとちょっとやっぱり遅いですよね。そうですね、ただまあ引っ張るだけ引っ張ろうという、まあ、作戦を分けているのかもしれないですね、うん、はい、現在ジョー・パウロ・デ・オリベイラが先頭、独走体制です。10秒ほど離れて石浦が2番手、3番手がカルダレリ、4番手に武藤、5番手に塚越、6番手が中島大輔、小暮隆が7番手、中山優希、ここまでがまだピットに入ってないということですかね。そうですね、ピットに入った中ではデュバルが8番手で一番上位ということになりますか。そうですね、ロイック選手が今6秒3なので、石浦選手はまだタイプが入ってないんですけど6秒2で走っているので、まあ、村田エンジニアは引っ張るだけ引っ張るのかな。うん、さあここでカルダレッリですかね、入れるのは。トーブスが今用意してましたか。そうですね、はい、先ほど中島和樹は入れましたからね。さあカルダレッリが入りました。今回は急遽 F1 参戦をいたしましたアンドレ・ロッテラの代役としてトムスのマシンに乗っているアンドレア・カルダレッリ。前回富士がねちょっとあの本人もこう悔しいスピンリタイアということになりましたから、今度こそ結果を残したい。おっと大丈夫かな、ちょっとフロントのジャッキがうまく入らなかったですけども、はい、それほど大きなロスではないですが、あ、これは速いですね、14秒8、うん、やっぱりあの燃料いっぱいこれは積んでいたということですよね。そうですよね、いっぱい積んでいればこれ15秒、まあ、トムさん早いですけれどもね、17、8秒では出せるはずですからロイックの前に出ましたね。これでロイック・デュバルの前に出ました。ロイック選手のあの3秒のロスがなければという、はい、ね、ところですよね。ただタイヤはまだ冷えている状況、デュバルのタイヤは十分熱が入っています。あっとカーティキアンがスロー走行ですか、ね、なんですかね、さっきコースアウトした時の何か影響か。さあカルダレッリはこれ冷えたタイヤですけれどもペース結構いいですか。なんとかこれ抑えられそうですね。この、まあ、数字超えて、ダウンヒルを抑えきれれば多分大丈夫だと思うんですけどね、うん、ただロイック選手も中島さん、はい、どうぞジロさん、
実は予選でですねこの2人ですねちょっとやりとりあったんですよ。ちょうどその Q3 でそのアンドレアもですねこれから行こうと思った時に目の前で石浦選手がちょっとスローダウンして後ろからですねアタックしたあのロイクが来てですねちょっとお前なんであのスピードダウンするんだっていうようなところでピットでですねちょっとですね揉み合うことがあったんですね今回あの昨日ですけども。なるほど、あ、そういうことがあったんですね。ロシターがね、はい、カルダレンディに対して何かアピールしている時はありましたけどね。そうですね、はい、さあその間に武藤が今ピットで作業を行っています。さあロイク・デュバルはこれどうしますか。そしてそのデュバルの後ろに武藤出てきました。武藤選手もいい作戦だったんですかね、うん、中島和樹よりは前に出ています、 ね、まあ、ただタイヤがちょっとねまだ温まってないですけども、はい、さあこれでカルダレンリーのタイヤにも十分熱が入ったでしょう。どうしますか。ぴったり後ろにつけますかロイク・デュバル。まあ、やっぱりちょっと厳しいですね。うん、そうですね。まあ、あのカルダレンリー選手がタイヤも温まってきて、はいね、フレッシュなタイヤになっているので少し逃げ気味な感じになってきましたね。中島さん、はい、どうぞ。ピットレベルでですねあまり風を感じなくなった。あのコントロールタワー上ではですね、はい、旗がこうかなり風なびいてるんですけどピットレベルで風感じなくなったと思って、上空を見ますとね上空にですね黒い雲が覆ってんですね。1コーナー方向からね、風が最終コーナー方向から行ってたんで雲来ないのかなと思ったちょうど今ですね上空に雲が黒い雲がですね来たというところでここから雨粒落ちてこなきゃいいんですけどね。そうですか。どうでしょうこの後また前回の富士のようなことになるのか。ねえ、そしてここで塚越も入りました。塚越は葉月選手の後ろですね。そうですか。リュッツィの前に出ましたね、うん。結構引っ張ったチームも結構良かったのかもしれないですよね、はい、自分の対順位に対して上がってますからね、はい、思ったよりも燃料の少ないチームと重いチームと結構分けてたのも、ね、本当ですね、意外でした ね、はい、ね中島和樹とカルダレリーで分けてましたね。そうですね、はい、カルダレリーは少ない燃料でした。少ないじゃない、多い燃料でしたね。多い燃料でしたね。給油時間が短かったですね。短かったですもんね。14秒でしたもんね、はい、さあレースは折り返しを過ぎました。まだジョーパールド・オリベイラ、石浦博明、中島大輔は入っていませんか。中山由紀も入っていない。あー、カーティキャンはマシンを降りましたね。メガネはめて今映ってる人は僕の去年のエンジニアです。あー、そうなんですか。これは何のトラブルだったんですかね。コースアウトした何か影響が、ね、あったんですかね。ブレーキなのかちょっと原因が分かんないですね、はい、さあジョーパールでオリベイラは相変わらず1分35秒台の終盤のタイムで走っています。ペースが落ちませんね。もうね、本当この車すごい決まってますね。痛かったなって正直な感じはありますけど ね。さあ石浦との差が10秒750、徐々に広がっていっています。石浦選手、中島大輔選手まだ入ってなくて結構ペースいいですね。そうですね、中島大輔も1分36秒039ですか、先ほどの周回。そうですね、逆に結構ジャンプアップできる可能性ありますよね、このペースで走り続ければ ね。 そうですよね。映ってますね、中島さん。はい、どうぞ。カーティキャン慣れんですけども、はい、ですね、リウィッチの後ろでですねコースアウトした周がありますね、はい、ヘアピンで、
あのところからですねシフトターン、ダウンシフトがうまくいかなくなってきて、最後はもう完全にシフトターン、ダウンシフトの作動ができなかったということです。なるほど、ギアが落ちなかったんですね、まあ、何かそのコースアウトした影響でということなんですかね。前からなんですかね、なんかあのブレーキした時に落ちなくて、そう、その前からですね、であの時もあのシフトダウンできなくてコースアウトしました。そういうことですか。まあね、オリベイラ選手と違って結構こう接戦だったんで、はい、そので真後ろにつけてるとなかなかこうECU 関係が冷えないこともあるので、熱を持っちゃって逆にちょっとシフトダウンができなくなった可能性はあるかもしれないですね、うん、さあ石浦もまだピットには入っていません。 JP 石浦、中島大輔、中山優希、この4人はまだピット作業を行っていません。作業を行った中ではカルダレッリが今5番手でトップ、その後ろにデュバル、そして武藤、中島和樹、塚越、リウッチ、国本、ロシターというふうに続いています。さあこれはどうですか、どこまでこのトップ3、まあ、中島大輔選手はちょっと間がありますから、はい、そうですね、ともかくとしてこれ JP と一緒に、まあ、でも11秒ありますからね。まあ、あの出ましたね、用意しました、はい、これでジョーパロデオリベイラを入れますね、はい、まあ、10秒以上2位に対して差があればまあそんなにね慌てることはないということなんでしょう。そうですね、まあ、30ラップでピットインということですよね、これでね。ああそういうことですね、はい、JP の燃料、その最初の燃料搭載量はどうだったんでしょうね。まあ、これだけ走れるってことは、はい、まあ、ほぼ満タンに近かったんだとは思うんですけどね。あ、なるほど、その、引っ張れるということではね。そうですね、満タンに近い燃料であのタイムだということは相当早いですよね。早いと思うんですけど、ちょっとまず、ね、ピットの、ね、あの秒数を、はい、見てみたいですね。給油のね、さあ JP オリベイラ、あ、まだ入りません ね、 まだありますよね。ここはピットロード入り口をスルーしました。2周でしたね、はい、だからまだ引っ張れるんでしょうね、うん、2周は少し頑張ってついててますね、はい、2周ラもまだ入りますよね。大輔選手はね、意外とベースこのここになっていいですね。6秒2ですもん ね、 ですね、ずっとこの36秒台の前半で中島大輔も走ってますから、はい、これは順位をね、他のマシーンとひょっとしたら入れ替えるかもしれない、結構いいところに戻れるかもしれないですね、はい、今3番手の中島大輔、1分36秒台のタイムを並べています。考えると中島レーシングの車は予選一発だけのこうセットがうまく見つかってないんでしょうかね。ねえ、どうなんですかねそれはね。レースのラップはさほど悪くはないですね。はいはい、さあどうなんでしょう、どこまで引っ張るのか、ジョーパールでオリベイラ。まだ入りませんね。まだ入らないですね。まあ、タイムが落ちなければ、まあ、入る必要ないですからね。入る必要はないということでしょうね。そのカルダレッリーよりも速いペースで今走ってますからね。はい、まあ、今ね、その石浦選手の動きを見てから入るのも手ですしね。自分が先に動かなくても今はいいかもしれないですね。逆に石浦としては、はい、JP が入ったらと思ってるんでしょうけれども、そうね、JP が入ったらもう次の週入ろうと思ってるんですけど、はい、なかなか相手も入ってくれないんで、うん、ということですかね、これはね、我慢比べになってますね、はい、今ね11秒265の差があります。石浦選手も1秒落ちぐらいで
オリベイラ選手のコンマ1秒落ちぐらいで走ってますね。はい、ただブレーキダストを見ると結構石浦選手のは、ね、ブレーキ踏んだ時にこう黒いカーボンの粉が結構出てますね。ああそうですか、うん、オリベイラ選手はそんなに出ないんで、うん、やっぱりブレーキの使い方違うんでしょうね。ちょっと中山雄貴の方が入りましたね。中山雄貴もだいぶピット作業を後半に引っ張っていましたが、今入ってこれで作業を行います。JP 入りましたね。あ、ここで JP がようやく入りました。石浦より先にジョーパールでオリベイラ入ってきます。まあ差がありますからね、余裕を持ってこれで作業を行うでしょう。さあ給油量が、給油時間がどれくらいか。あ、はいはい、早いですね。14秒8ですか、で出しました。ということはやっぱりほぼ満タンに近い状態で出したと。そうです、ね、いうことですね。これはね、これ他のチーム見たらびっくりするぐらい早いですよね。さあジョーパウルでオリベイラ全く問題なくピット作業を終えてコースに戻ります。さあそれを見た石浦博明もおそらくこの後入るでしょう。そうですね、これがカルダレッリのマシンですね。中島さん、はい、どうぞ次郎さん。インギングまだ動きがないんですよ。おそうですか、ということはもっと引っ張るんですね石浦。ですからここで引っ張るんですかね、ただタイム的に見るとね、もうカルダレッリ選手とコンマ1秒、まあ、石浦選手は早いですけどあんまりメリットはないですよね、引っ張るね。まあ、逆にそのタイヤを変えれば多少ペースを上げられる可能性というのはあるでしょうかな。そうですね、まだ入らないですね、雨待ち。あどうですかね。そうですかね、確かに前回ねありましたからね、はい、見事な読みと言いますか、まあ、あれはなんかあの読みというかギャンブルでもなかったんだって話はね、なんか石浦選手聞いたら、はい、フロントの、キャンバーシムですかね、はい、キャンバーシムが抜けちゃったらしいんですよ。でなんか普通に走れなくて、でチームに見てもらうために入ったみたいですね。そんなトラブルだったんですね。そうなんですよ、で、まあね、最後雨になってくれたから良かったっていう本人が言ってましたけど。さあセルムインギングは立川監督ですが、どういう作戦なんですかねこれは。ちょっとあのね、不気味な村田エンジニアですけどね、と僕も一緒に組んだことありますけども、はい、すごい計算高い、そうですか、エンジニアですからね。中島さん、はいどうぞ。今ですねインギングようやく動き出しました。ただですね、テキパキというよりもですね、ゆっくりと準備が始まったというところなんですけどね。で今松田さんの言われたシムがですね外れちゃったっていうトラブル、実は今回も出てまして、今回ですね先ほどからまあちょっと泣きつらい8位みたいなところがある山本選手なんですけども、山本選手の Q3 のこれがアタックだっていう時トラブル出たって先ほど言ってましたけど、まさしくまたシム1枚外れかけて、ガタが出てアタックならずというところだったんですよね。まあそうだったんですね、まあ、それだけやっぱりちょっと負荷が大きいのと、ね、はいはい、まあ、やっぱ初年度の、ね、今の車なので、そこが若干やっぱりまだ信頼性に欠ける部分があるんでしょうね。さあセルモインギング用意ができています。この後ようやく石浦が入るということになるんでしょう。これを見ると引っ張らない方が良かったんじゃないかなと思いますけどタイムがかなり落ちてきてますからね。6秒4まで、落ちてますね。中島大輔はまだ入ってないですよね。ですからこの後石浦が入れば中島大輔が唯一作業を行っていないと。
ペイラ選手は34秒9ですからね。あ、34秒977というタイムをジョアパルドリベイラがマークしました。敵なしですね、うん。雨が降っても勝つんじゃないですか。そうですね。まあ余裕を持って ね。あ、でもセーフティーカーでリードがなくなるとちょっと慌てるという部分 もなきにしもあらずですけれどもね。そうですね。開幕戦もちょっともったいないことをしちゃいましたからね、はい。さあ石浦どうしますか。これでピットに入って作業を行いますか。入りますね。あ、今やはり入りました。ここでピットロード、ちょうどなんですかね、ピット入る前にあのパカパカこうレインランプがついてましたけども、はい、もうあそこでピットレーン のスイッチを押しとくんですね、うん。でスピードが下がってから効かすような感じにしてるんですね、これ今見ると。さあ石浦博明の静止時間はどれぐらいでしょうか。6秒5、タイヤ交換に時間かかりましたね、うん。そうでしたね。給油はオリベイラ選手多分同じようなぐらいでしたね、はい。逆にセルモの車も、ね、すごく良かったってことですよね。そうですね、そうですね、ペースで走れたってことですね。しかも石浦は前後に何もいないところに出ましたね今ね。そうですね、クリアなところに出ましたね。さあレースは残り17周というところに来ています。これでピットで作業を行っていないのは中島大輔ということですか。そうですね、今立川監督がちょっとメカニックに何か指示を出してたので、ね、なんでタイヤ交換遅れたんだっていうそういうことですか、ことも言ってるんですかね。さあジョーパウドリベイラ、まあ、このまま行けば、2位でしょうね。そうですか ね、はい。まあ、何か JP に起きない限りは、はい、ちょっとその順位を、ね、変える感覚を詰めてというのは難しいでしょう。これ中島和樹選手が今7位じゃないですか。中島さん、はい、どうぞ。中島さん、はい、雨が降ってきました。え、雨ですか。雨です。あ、雨だ。中島レーシングです、ね、これを待ってたんだ。微妙な、ね、強い。結構これ見えますね、今テレビの画面でも。中島大輔はまだピットに入っていません。今2番手 JP から4秒差で今2位を走るこの中島大輔がウェットタイヤに、いやでもまだ早いですよ。早いですよね。まだ早いです。どうかな。オリベイラ選手のタイム1秒ぐらいちょっと落ちましたね。はいはいはい。でももう目に見えるぐらいね、カメラでわかるぐらいかなり強い雨が降っています。ウェットタイヤが用意されていますが、まだそのウェットタイヤに変えるほどではないんですが、ただまだ16周あります。いや、ウェットタイヤは早いですね。ですよね。ウェットタイヤは早いですよね。この間の富士のようなね、急激な土砂降りということではありません。まあ、やや強めの雨ですけれども、一気に路面を濡らすほどではない状況。中島大輔選手はだから逆にもっと降れって思ってるでしょうね。そうでしょうね、そうでしょうね、いや先ほどからその上空に行くから黒い雲が移動したというふうにリポートしましたけれども、はい、そこからですね、ただやっぱねこれ微妙ですね。雨粒は大きいんですが、はい、これはねレンタイヤは早いと思いますね。そうですか。リアルレーシングは今タイヤを用意してますかね。まあ仮にもし、まあ、ただこれで変えちゃって、ただですね、長続きしそうじゃないんですよ、そうですね、雲行きが。そうなんですね、周りが明るいんですね。あ、でも結構見えま
ますけど、ね、でもまだまだ早いですね、はい、まだね路面がこう水煙が立つほどではないんですが、この間の富士のように土砂といっぺんに降るということになれば中島大輔は一気にジャンプアップする可能性がありますね。次郎さんが言うように本当雨雲の端がちょっとこう、はい、あのこうコースを濡らしているだけだとは思うんですよね、うん、この辺は結構、ね、雨雲見えますけどドライタイヤで十分走れてますからね。走れてますもん ね、 ね。さあこれはどうしますか。あと15周中島大輔のペースは1秒しかドライの時と変わらないですね。1秒から1秒半ぐらいしか変わらないと。こうなると難しいですね判断がね、まあ、もうちょっと中島レーシングは様子を見て。そうですね、まあ、どっちにしろ入らなければいけないわけですからね、はい、まあ、燃料が持たないですからね、はい、JP はまあ落ち着いているでしょう。オリベラ選手なんかストレートで火花散ってましたね今ね。そうでしたね。あんまり見ない光景ですよね。これあんまりあんなにねあの火花が散るほどするとスキットブロックが、スキットブロックがね、はい、あの刺されたときにね、はい、問題なければいいですけど車高を攻めすぎると、ね、時々こういうことがありますけれど、はい、ただね火花が散ることあんまりないんですよね。あの何かがこう路面と接触してるんですかね。ボルト系ですかね。スキットを止めてるボルトが当たってるのかですかね。あさあそしてこの辺りはかなり近づいて縦一列の状態、混戦、混戦模様になってます。まあ、JP、中島大輔、石浦、カルダレッディ、デュバル、武藤、そして中島和樹、塚越、リュッツィ、国本というトップ10ですね。この前の集団争い、9位争いですかね、うん、だからそうですね、これの前に中島大輔選手が出れればいいですよね、うんうん、そうですね。9位争いはこのリュッツィを先頭に国本、ロシッタ、平川、そして野尻、中山、勇気ですね、という順ですね。もうタイム的にかなり落ちてますね。8秒7まで中島大輔選手落ちてますね。ああそうですか。雨はまた少し強い状況なんでしょうか。どこまで引っ張るかですけど、あんまり引っ張るとねそこまで稼いできた。ああ入りますねこれ。あこれ入りますね。もうこれはもう燃料がやはり厳しい、ね、厳しいということなんでしょうね、まあ、これはもうしょうがありません。ドライタイヤで行くと思いますけどね。準備したるタイヤはスリックですね、うん、そうでしょうね、そうでしょうね。スリックを用意してます、はい、さあドライタイヤにおそらく履き替えてということでしょう。まあ履き替えますね。まあね仮にの話ですけれども、はい、あそこでドサッと雨が降れば、いやもうあの勝機はかなりありましたよ ね。あーストールさせた。もったいない。あなんと、いやこれやっぱりターボエンジンであるがゆえにそういう部分、そのストールしやすい部分ってあるんですかね。そうですね。でやっぱりあのまあ、去年まで V8 だったじゃないですか、はい、3.5 リッターのトルクがあるんですよね、はいはい、だからちょっとのアクセルです、あのすぐホイールスピンしてくれるんですけ ど、 やっぱ2リッターになったことによって下のトルクがほとんどないんですよ、はい、だからオリベイラ選手なんかはもうものすごくアクセルをこう煽って、ね 今、 そうですね、今みたいにこうバーンってこうもう煽っとかないと、うん、あのホイールスピンしない状態なんでしょうね、はい、まあ、でももったいないですねこれ ね、 そうですね。あれもう1台山本ですね。山本タイヤ交換です。あそしてですね今中島大輔選手がピットアウトした時に、はい、雨強くなってきましたね、でも山本直樹はこれはドライタイヤですよね。なんか今、ね、そうですね今またちょっと 雨足強くなってきました。山本も今ちょっとストールさせた。もう今日は何をやってもうまくいきません山本直樹です。なんだろう、ダメですね。あダメですね。なんかストールしやすい原因があるんですかね。あるんですかね。
押し掛けは押し掛けでかけましたね今ね。押し掛けはこれペナルティーは大丈夫だと思います。はい、まあ今あの押し掛けというよりもエンジンがかかってまして、かかってたんですね、それでちょっとクラッチバイト、あー、バイトの問題、クラッチミートはもうちょっと良くなかったんで押したというとこですね。ちょっとアメリカンレーシングっぽくなっちゃいましたけどね。そうでしたね。あのクラッチバイトが多分この今までね足でやってたのが、はいはい、もう手でやることになって、多分ミートのどこでつながるかってすごく分かりづらいんだと思いますね、うん、はい。さあ JP はラップタイム戻しましたよ。35秒台、ね、先ほどね38秒台まで一旦雨が落ちてきたときにタイムが落ちましたけれども、また戻してきています。上空少し明るさが戻ってきました。雨はまだ落ちてはいるんですかね。まあ、あのスリックタイヤで走れないほどじゃないですね、はい、ということでしょうね。で結構その路面温度もあるので、はい、多少の雨だとすぐ乾いちゃうんですよね、はい、これがあの冬場の路面だとあれぐらいの雨でもすぐグリップしなくなっちゃうので、うん、なかなかこう水が、ね、あの蒸発してくれないっていうのもあるんで。石浦博明は JP から15、6秒ですか、だいぶ差があります。まあ、完全にこれ単独走行の形になってますかね。後ろのカルダレッリともかなり間があるようです。オリベイラ選手はもう相当楽な展開ですよね、うん、これが今3番手のカルダレッリ、その後ろがロイック・ディバル。あ、このままいけばカルダレッリが表彰台という線が出てきました。まあ、ロイックとしたら、ね、なんかちょっと嫌な感じですよ ね。中島さん、はい、やはり雨の量はねちょっとずつ多くなってきているんですよ、はい、ただあっとこれ、あ、降ってきたな、本格的に降ってきましたね、この段階で残り11周もう夕立の状態ですね。あ、そうですか、またこれ富士と同じような状況か。うわ、前線と同じようにまたここで急激に雨、あ、土砂降りだ、土砂降りだ、大変だ、これは大変だ、うわー、うわー、これは無理だ無理だ、これは無理です。あー、オリベイラ JP、 あー、戻った戻った戻りましたけれども、これはもう完全に土砂降り、ゲリラ豪雨のような状況になってきています。あー、これピット入りますね、オリベイラ選手。これただピットに入りますが、セーフティーカーが出る可能性ありますよね、ここで。そうですね、まあでも入った方がいいです。いいですか、はい、いいですか、入った方がいいです。さあ、まずは JP ピットに入ってきた、当然これウェットタイヤに変えます。いやー、すごい振りですね、すごい振りだ。そして16秒ほど間があって、石浦が2番手についていたはず。石浦選手も入りましたね、入りましたね。慎重にここはクラッチをミートさせて、今 JP オリベイラコースに復帰、石浦もこれでレインタイヤに変えます。これはでもセーフティーが出るぐらいの量の雨ですね、これ。そうですよね、これはちょっとフォーミュラーカーのレースができるような状況ではありません。ちょっと 中島さん、はい、この状況でねレース続けられるかな、そうですよね、っていうぐらいの そうですよね、雨の量ですね。これはちょっとフォーミュラーカーのレースは難しいですね、完全に車が浮いてしまうような雨量です。いや、これどうするんですかね。でもセーフティーが出てないですね、セーフティーカー出しませんねこれ。ああ、オリベイラ JP もうコースアウト、ウェットタイヤでもグリップしません。戻りましたね、戻りはしましたけれども、これはもう誰がいつどこでコースアウトしてもおかしくないような状況。いや、でもこれセーフティーカー出さなくても大丈夫ですかね。まあ、おそらくこれ前車ここでピットでタイヤ変えますから、そうですね、ここでセーフティーカーも出した方がいいですよね。出さないんですか。この雨量でちょっとフォーミュラーカーのレースは難しいと思うんですが、さあこれタイヤ交換の状況で多少順位が入れ替わっているところもあるかもしれませんけれども、今もう完全にレース混乱しています。トップの JP オリベイラ、まあ、先ほどちょっとコースを外れたりしましたけれども、なんとかコース上踏みとどまっていまして、後ろの石浦博明とはまだ差があります。ただバックストレッチはそこまで雨強くない、あ、でも強いですね。いやいや、降ってます降ってますよこれ急激に今雨量が増して状況、ただその
水煙、ああもう結構大きくなってきましたね。そりゃそうですよね、この雨ですからね。そうですね。さあレースはそのままセーフティーカーは入ることなく続行です。雨がこれこの量ですから、ただやんのかな。あ、今小ぶりになってきました。小ぶりになってきましたけども、これ後ろダンドコモの車、野尻か41ですね。あ、武藤ですね。武藤もコースを外れましたが戻りました。1、2コーナーあたりが一番雨すごいですね、これね。ただ先ほどのね、もう本当に豪雨というような状況からはちょっと収まってきてるんですかね。さあこれが石浦、 JP との差はどうなんでしょうね。今のところ16秒ですね。16秒変わらずですか。この雨が降ってすごいですね。でも全く変わらないというのもまたすごいですけれどもね、はい。3番手カルダレッリ、そしてその後ろがデュバル。あ、その後ろに武藤がいたのにコースアウトしたのか。そうですね。武藤塚越がいて中島和樹だったんですが、どうでしょう、武藤順位を下げましたかどうか。まあ中島和樹選手は同じタイミングに入ってきちゃったんで、はい、ちょっと順位を下げちゃいましたね。カルダレッリ選手が前にいたんでね、はいはいはい、同じチームだとどうしても待たなきゃいけないですからね。そうですよね。まだでも結構降ってますね、これを見るとね。本当ですね。ただもうレースはそのまま続行です。いやー、これは本当にコース上に踏みとどまるのは結構大変そうです。まあ、日本のねフォーミュラカーのレースというのは、まあ、タイヤのグリップもありますし、うん、それからコースの細さ、デュバル選手コースアウト、デュバルがコースアウト。今年の車は雨が降ると動きがナーバスですね。ああ、武藤はでもここにいますね。いますね。ああ、いますね。やっぱりさっきのコースアウトはそれほどロスがなかった。さあ、これは武藤にとってはチャンスです。ロイック・デュバルの後方に近づいた。ただここは佐賀工機のマシンがありますから木端。そうですね。そしてダウンヒルストレート。どうする武藤。近づいてきた。ホンダエンジン、しかしここでは前に出ることができません。さあ激しい雨の中での終盤勝負ということになりました。先ほどロイック・デュバルがコースアウトをいたしまして、武藤秀樹がかなり接近。